先生のモデルになった方です。その方がこちらにお泊まりになった時に、なんか宿賃代わりに書いた。宿賃は払われなかった。じゃないかなと思います。もうだいぶ昔ですからね。へえ、どうなんでしょうね。昔は結構ね、あのこれがね、広報炉、こちらの部屋なんです。ここが和風。